今からね、お尻を触っていきますけれども、はい、頭からこう神経が出てて、お尻の疲れを腰の疲れとか背中の疲れとして頭が間違えてしまうことって結構多いんですね。なのでね、お尻今から、かなりしっかり緩めていきます。私がわざわざ説明するってことは、痛いんです。足を上げますよ、倒しますね。ここ。細かいところをね、指でね、しっかり緩めていきますよ。反対側使っていきますよ。はい、足曲げますね。こうします。ここ。うわー、これ。これこれこれ。高い。座り仕事だからかな。余計にこの辺が硬いのかもしれませんね。では、こちら側を上にして、横向きになっていただいてよろしいですか。横向き、横向き。暑い。暑いね。で、ここね、お尻の筋肉ってここからここまでくっついてるので、ここをね、しっかり緩めてあげるとかなり効果的なんですね。でも私がわざわざ進めるってことはかなり痛いので頑張ってください。はい。それやば。でしょ。これが腰痛の原因なんですよ。腰きつかったはずですよ、こんだけ硬かった。そうですね、腰も痛い、ね、こうなりやすい。なりやすいよね、うん、ちょっと歩いたら。それがこれ、はい、では反対側向きましょうか。
足が、うん、右の腰が痛くなりますよね。右の腰が痛くなります。こっちで痛くないもんね。さっきよりマシということは、もう一回もうちょっと向こう側を押される元気ありますか？頑張ります